住宅、住宅台南民宿。90年以上の時を遡り、10軒もの家屋が連なる大家族の真ん中の踊り場が出入り口になった家族の通路。約100年後、隣人からまだ高頭郎と呼ばれている踊り場を住処として、狭い住空間を旅人と分かち合っています。